こんばんは、桜井奈々です。夜間とアイドルニュースをお伝えします。いぎなりトークさんの伊達かあやさんと桜井奈々さんのユニット曲とどろきが好評配信中です。この曲は2人の初めてのユニット曲になり、トークさんとしてもほぼ初めての完全ユニット曲となっております。この曲は2人がハモったりユニゾンをしたりするところが見どころで、皆さんの心に歌をとどろかせる、そんな曲となっております。皆さんぜひお聴きください。続いてのニュースをお伝えいたします。さくらひなのさんが先日初めてコーヒーに挑戦したそうです。なんということでしょう。今年のさくらひさんの目標は、コーヒーを飲めるようになることと書いております。先日、カフェラテマキアートに挑戦したそうで、ほぼミルクだったのですが、それでも苦く砂糖を2本入れたそうです。次は、さくらひなのさんから一言メッセージをもらっております。次は砂糖を1本にしたいとのことです。はい、夜間とアイドル、失礼いたしました。夜間とアイドルニュース、報道部のさくらひなのがお伝えいたしました。ごきげんよう。